こんにちは、マジです。マジさん、こんにちは。こんにちは。今日は、スワローズテレビ第何回ですか、今日は、はい、第5弾。第5弾。はい、なるかと思います。第5弾ということで、はい、今日は何をするんですか。今日はですね、はい、過去4回、はい、いろいろちょっとテーマを変えてやっていきましたけど、はい、今回のテーマは、ヤクルトスワローズに、はい、関わりのある人について、はい、ちょっと語ってみようということで、はい、その第1弾をお送りしたいと思います。はい、第1弾、はい、はい。じゃあ今日は誰について語っちゃうんですか。今日はですね、はい、はい、こちらに準備してスケッチブックが準備してあって、はい、めくってますが、きっと候補者の方いっぱいいるんですけども、はい、その中で、はい、今日はこの第1弾です。第1弾、はい、よろしいですか。はい、お願いします。こちらの方をご紹介させていただきたいです。はい、もうちょっと近づけてもらって、野村克也さんですね。はい、はい、いろんな、はい、まあ、ちょっとそういうゆかりのある人ということで、はいはい、選手について、はい、初回はお話ししようかなと思ったんですけども、はい、まあ、やはり、はい、この方について一番最初話したいなということで、はい、野村さんにさせていただきます。はい、わ、はい、かりました。それではじゃあ行ってみましょう。はい、今回は野村さんについて、はい、野村さんについてということですね。はい、まあ、野村さんといえば、はい、昨年お亡くなりになられたところで、そうですね、84歳ということだったんですけど、はい、京都府の出身であられまして、はい、まあ、ちょっと現役時代からとか幼少の頃を語っちゃうと多分膨大な時間になっちゃうので、はい、まあ、監督をされてたっていう、はい、その歴史は、はい、まず最初に、現在のソフトバンクホークスに当たりますけども、はい、南海ホークス、南海ホークス、はいはい、それからヤクルトスワローズ、ヤクルトスワローズで阪神タイガース、はい、でそこから一旦社会人の方でシダックス、あ、はいはいはい、で最後に、東北楽天ゴールデンイーグルスそうですね、はい、まあ、この主だったところで5球団で、はい、指揮を振るわれたということで、はい、まあ、その中でも、はい、ヤクルト監督時代の2年目には、はい、やはりよく有名ですけども、はい、古田さんへの英才教育とか、はい、はい、まあ、外野の方で有名ですけども、飯田さん、はい、もともとキャッチャーで入団されましたけど、はい、一旦セカンドにコンバートして、はい、まあ、そこからまた外野をやれと、チーム事情でいろいろと転々、はい、とするところはあったんですけど、はい、まあ、そこで飯田さんが、才能を発揮されて、はい、でまた他のエピソードで言うと、とにかく高津さんに、はい、現在監督ですけど、そうですね、はい、西武の塩崎さんの進化を参考にして、はい、遅い進化を覚えるという、はい、こういった、まあ、主だったところでこういったことを、はい、なるほど、徐々に、はい、指導として行われまして、はい、で野村さんの言葉にもありますけど、はい、1年目には種をまき、はい、2年目には水をやり、3年目には花を咲かせましょう、まあ、そういったところに現れるように、はい、就任3年目にはついに、リーグ優勝を果たしたといったことがありました。でまた、はい、まあ、そういった、スワローズでは、9年間、はい、指揮を振るわれたわけですけど、その中でもやっぱり野村さんのいろんな采配によって、いろんなドラマが起きたわけですけども、はい、そんな中でもまた、生まれた言葉として、はい、勝ちに不思議の勝ち味、はい、負けに不思議の負けなし、うん、まあ、どうも調べていくと、はい、これはもともとは野村さんの作られた言葉ではなくて、もともとにそれを作家の方というか、はいはい、作られた言葉のようなんですけども、はい、まあ、まさにその勝つときは勝つべくして勝った、はい、でも負けるときはもうとにかくその負けにつながる何かを犯したからその試合は勝てなかったと、
とにかく原因があるので、はい、そういうとこを追求しとかないと、ただ勝ててもまたどこかにその負けにつながるあの悪い要素があるので、はい、そういうところに目を向けなさいと、まあ、なんか深い言葉だなと思います。なるほど。そこがあの結構もう野村さんの残した言葉ってのいっぱいありすぎるんですよ、はい、まあ、その中で、まあ、今回語らせてもらった中で、まあ、重点を置いたというか、はい、おまじさん的に気になった言葉ということで、そうですね、はい、自分自身にもその、はい、置き換えてというか、あ、なるほど、なるほど、あのよく考えないといけない言葉だなっていうふうに思ってます、はいはい、なるほど、はい、はい、というわけですね、今日はその野村さんについてというか、そのヤクルトにゆかりのある人ということの第一弾ということで、はい、野村さんということだったんですけども、はい、やっぱりこういったあの若手、はい、まあ、若手ベテラン限らずだったと思うんですけど、はいはい、この選手のこのウィークポイントというか特徴、はい、いいところを本当あの伸ばしてあげたとか、はい、まあ、そこからその多数の名言生まれましたけど、はい、そういったところが、まあ、現在でも、その教えを受けた、はい、高津監督が指揮を振るうということによって、はい、まあ、今だんだんですけどチーム状況が良くなってきているように見えますし、はいはい、また、先ほどちょっと名前出ましたけど、はい、古田さんが、はい、やっぱり高津さんが監督になったということで、その縁でキャンプの方に1週間という期間であったわけですけども、あの来て野村の教えに、はい、さらに古田の教えを加えたという形で、はい、いいその教えが注入された、はい、ふうに、あの今もその野村さん の考えた野球はこう現代のヤクルトに伝わっているんじゃないかというふうに思ってますし、はい、まあ、今日はそれを伝えたくて、はいはい、そういうテーマの結果にさせていただきます。はい、わかりました、はい、じゃあ第1回は野村克也さんということでね、はい、語っていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。あ、どうですか、語りたいこと語れました？あ、そうですね、ちょっと、はいはい、まあ、野村さんっていう人が監督をされてた時もですけど、はい、もうその評論家になられてからもちょっともう、エピソードがありすぎて、はい、ちょっともう、そうですよね、はい、すみませんね、最後グダグダしすぎちゃって、はい、まとまりがつかなくなっちゃいました。はい、まあでも、言いたいことが言えたんなら、あ、もう暑いんで、面取ってもらって大丈夫ですよ。はい、こういう顔なんですけど。ああ、そうなんですか。え、こういう紐が。紐が見えますか。はい。